についていろいろお話ししていけたらなと思ってます。今日から、発売されたんですけれどもですね、まずプロデュースしたのが、ナチュコレシンプルレースブラセット、こちらです。はい、私がプロデュースしたのこのカラーなんですけれども、はい、あとね、ピージーをプロデュースしました。こっちです。ピージーめっちゃ楽なんですけど、どっちも、詳しく説明していきたいと思います。そう、今家ですよ。もうね、8時に終わって9時ぐらいに帰ってきて、速攻お風呂入って今です。はい、これパジャマもこれは日常です。ケア部屋コロコロ後ろこんな感じです。いや、このケア部屋がちょうどいい季節になってきました。寒すぎて毎日私が選んだのはこのオレンジ。なんか元気なイメージを持ってくれてる人が多いと思うので、なんかそういうこうオレンジ系のハッピーなこう色をセレクトしつつ、なんていうんだろうな、明るすぎないというか、大人の人でも身につけられるような色になったらいいなと思いました。子供すぎないようなカラーを選びたいなって思ってます。で、あとチャームはちょっと小さめの、これわかる？真ん中にちょっと小さいのがついてます。そう、このね、チャームがめっちゃ可愛いの。チャームがついてるのはナエナノちゃんと私のコラボブラのみなので、ぜひ見てほしいなと思います。まあ、結構そのナエナノちゃんはチャーム結構大きめの可愛いのつけたんですけど、ナエナノちゃんのよりはカラーが結構元気なので、あえて、このチャームはちっちゃいのを選んでみました。夕張メロンカラー、あ、なるほどね。かわいいね、確かに。そう、ちょっとピンクっぽい、なんていうんだろうね、アプリコットオレンジっていうのかな、近いのが、そんな感じ。ちょっと見てる人によっては色がどう見えてるのかわかんないですけど、明るすぎないオレンジって感じです。めっちゃ肌なじみが良くてね、超かわいいので、ぜひつけてみてほしいなって思います。で、私もナチュコレこれめっちゃ好きなんだけど、このシリーズがすごい盛れるんですよ。なんかここにね、ほら、ちゃんとしっかりパッドが入ってるので、あ、ごめんなさい、そういや、そういダメだよ。なんかこのね、脇のパッドがこう、ここのお肉をガッて掴んでくれて、なんか逃がさないというか、谷間ができやすい、もう超綺麗にできます。めっちゃ可愛いです、これ。あとここのね、ここの脇の部分がしっかりあるので、なんかはみ肉っていうのかな、ここの脇からお肉がこうはみ出る感じにならないのがすごい私は好きですね。そう、ボリュームもありつつしっかり寄せてくれてキープしてくれるっていう感じでも、全然痛かったりとかもしなくて一日中めっちゃ楽です。これ全部ソーレースになってるんだけど、なんか服に全然当たりが出なくて、それもすごい着やすいなと思って。なんかさ、特にちょっと薄いやつとかピタッとしたニットとかだとさ、この柄が出ちゃったりとかして気になったりとかするんだけど、それがないからめちゃくちゃ楽です。服を選ばないのがいいね。ちょっとつるっとしたなんていうの、無地とかじゃなくてもなって思います。それがすごい楽だよね。可愛いけど服にも当たらなくて、なんか自分の好きなブラを選びつつお洋服も好きなの着られるっていうのがいいよね。はい、お気に入りです。で、これもショーツとセット。